はい、皆さんこんにちは、藤です。今日はですね、香川県に来ております。そして香川県の坂出市にある K&K バレーアートさんのスタジオをお借りしてですね、スペシャルゲストに来ていただきました。どうぞ。プロバレエダンサーの藤島浩太です。はい、ということでですね、プロバレエダンサーの方に来ていただきました。ということでですね、2015年のワールドバレーコンペティションっていうコンクールがあるんですけど、そこで賞金賞をね、いただいて、はい、ということでですね、世界で1位に輝いているという実績を持ってるのに加え、日本のコンクールは総なめ状態ということで、日本のコンクールでも、数々のね、1位を金賞を取ってる、方なんですけれども、実は私の兄でございますはい、兄にね、来てもらいました。ということで、今日はですね、こんな、ゴリゴリのマッチョがですね、華のあるバレエを踊ることができるのかということでですね、バレエの技をちょっとね、教えてもらおうかなと思います。で、今日教えてくれるのはピルエットという技ですね。ピルエット、はい、ピルエット回転する技。ああ、もうバレエって言ったら確かに回るイメージが、やっぱありますよね。ということで、じゃあ今日の11時59分まではイベントはありませんでした。はい、ピルエットというね、技を教えてもらいます。ということで、まずお手本としてやってもらっていいですか。はい、はい、お願いします。いやー、どうだ、何回もあるの。いやいやいや、待って、いや、テーゼできて3回とか2回、2回かな、3回できたらすごいと思う。よし、じゃあ皆さん頑張ってバレー踊ります。ということで、じゃあまず教えてもらおうかな。まず何から始めたらいい。まずはプレパレーション、タンジンから、こっから始めて5番からですね。5番、こう、こうってこと。そうだね。で、左回り、じゃあ、そう、それだって。おお、これで、で、こっちの足を、左の足を横にこう、こう出します。はい、こっから、こう出す。はい、で、手はこうです。はい、で、そっから、後ろに、後ろに、後ろに打ってくる。よ、これが4で、釣りへっていうのが膝を曲げる動作ですね。こう、はい、からの回転、回転、回転って言われても、ちょっともうこれでやってみます。ないですね、口寄せの術。左の場合はこの振り絵からこの左の足を上げます。これでこう上げて、だから、そう、この単純4番プリエから、ちょっと待って、これを華麗にこなしてるんですよ、バレエダンサーって。むずすぎる。あのね、バレエってスポーツじゃなくて芸術なんですよ。で、芸術とは言ったものの、ほぼほぼスポーツのようなもんです、これ。マジで俺の感想を今やった感想。これでこうして、で、左の出す、出す、で、後ろに持ってくる、持ってきて、膝曲げて、その時に左手が前に、こう立つ時に、こっちの左手をこう、あ、外に出します。こう出して、で、回ると同時に右腕を持ってきます。こっちを持ってくる、はい、これを持ってきて、で、右足軸で左の足を持ってきます。こう、まあ、一回見せてもらいましょう。まあ、ちょっと教わったんで、いきます。はい、で、横にですね、こう行って、4番持って、4番ではないですね、4番ではないけど、こっから、あ、そう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 、あ、意外と、いいと思いますね。いやいや、絶対良くないだろ。あ、なに、4番っていうのはもう少し、4番足を開く、もっと、あ、こっちで、あ、俺こうしてたから、あ、こうね、OKOK、
いや、バレーには何1番から何番まである？1番から6番はあるんですけど、まあほとんど使わないので、でも、まあ、1から1から5までは使います。なるほど、5番から始まって横出す、で4番持ってきて膝曲げると同時にこっから、おいいいいいい、あ、意外といいと思いますねあのここのバレースタジオの管理員が拍手してくださってます。本当にね、お優しい方なんで、もう皆さんぜひバレーに関してある人こう来てください。本当に多分めちゃくちゃ教えてくれます。じゃあもう一回いきましょう。いいのこれ、どう思いますか皆さん。あの、はい、バレーをやってる皆さん、あのぜひ評価してください。やばいな、これババッとめっちゃちゃんと言われたマジでむずいですから。これあのバレーダンサーってすごいと思います。本当に純粋にね、あのバク転とかさ、バク宙とかができても、こういうやっぱ体のやっぱバランス感覚が非常に大事になってくるんだよね。それを普通にやる人たちがすごい。最後の締まりだけちょっとよくしてる人があるから、最後のあのパン、まあ、こう最後に一回だけちょっともう やらせていただきます。ということで、ちょっと今日の復習を、はい、今日の復習を兼ねていきます。いきますよ皆さん。ポーズまで。締めさせていただきます。いやいや、マジか。おー、よいしょ。ちょっと待って、今のさ、あの何回転したか分かりましたか皆さん。全然僕何回転したか分からなかったんですけど、じゃあバレーむすすぎる。今日はね、まあ、スペシャルゲストということで、まあ、うちのね、兄に来ていただいたものの、まあ、ちょこっとやっぱ教えてもらうだけじゃできないってことが分かりました。やっぱすごいね、うん、いやー、バレー難しいです、うん、本当にもう見ての通り、もうバレーってもうすごく難しいんですよ。で、これを華やかにどれだけ見せれるかっていうの中での、まあ、技なんで、ただ単純に周りができてもその中に華やかさが必要になってくるので、やっぱり芸術って難しいですね。またあの出演していただいてもいいですか。いやー、またぼちぼち出演させていただくこともあると思うので、ね、よろしくお願いします。はい、まあ、今日はですね、ピルエットっていう技を、まあ、一応教えていただいたものの、まあ、出来はしなかったんですけれども、はい、ということでですね、今日はプロバレエダンサーの水島浩太に来ていただきました。はい、ということでこの動画よかったらチャンネル登録とグッドボタン、はい、皆さんよろしくお願いします。お願いします、はい、ということで、まあ、彼のインスタグラムを概要欄の方に貼っておくので、皆さんあのフォローの方よろしくお願いします。で、そして今なおあの活躍しているバレエダンサーですので、今後ともねぜひ応援の方よろしくお願いします。お願いします、はい、それでは長くなりましたが、皆さんバレエは難しいということで、さよなら。